絶叫、まあ、絶叫せんやろうな、僕。うわー、音が。うわー、リアルじゃない？めっちゃ。何この音。アラームね。うお、すげえ。スペースバツ。うわ、びっくりした。 は？アスカ、誰や、アスカ。お、チロズカフェある。リキや誰？え、友達少なくね？ 4 人。うち1つは公式アカウント。リキや誰や、じゃあ。アスカ、アスカ、アスカは彼女か？リキや誰やろ？まあ、いっか。あ、違う違う違う。エンター。作った肉じゃが冷蔵庫に入ってるから温めて食べてね。え？アスカ誰？妹か？俺たちやり直そうよ。え？あ、待って、主人公、女性？ブロックしてる、リキアを。あ、上行った。チラーズカフェ。新メニューの紹介です。見れるんや。登録者数5000人超えて、お、すげえ。またそんな遊びやってたの？もういい年なんだから、ちゃんと働いてお給料もらわないと。これね、うちの母親と同じこと言ってる。あ、聞く？これ。ちょっと聞くからやめてほしい。 うちの母親と同じこと言うのやめて。 まあ、そんな遊びやってたのとは言われんかったけどさ、ちゃんと働いてお給料もらってとはめちゃくちゃ言われるからな。やめてくれ。聞く？それ。あ、で、ちょっとカメラの感度高え。はいはいはい。クリアリングしていこう。クリアリングしていこう。クリアリング大事よ。オッケー、オッケー、オッケー。右左。何もなし。アスカが作った肉じゃがを食べる。これ、この部屋は？パーカー、パーカー、パーカー部屋！え？パーカーだけこんなに積むことある？え、絶対ここは一つの箱に入れた方が良かった。こんなちっちゃい箱に入れるんやったら。キーホルダーだけでこんなにある？引っ越してきたばっかりなんかな？ T シャツも服多いね。やっぱ女の人はそうなのか。女の人やんな。多分主人公女の人な。ポスター、あ、ポスターはあってもしゃあないか。待って、うわ、ここ、うわ、クローゼットありですよ。これね、二ほどきがめんどくさいんですよね。閉じまりしよう。ちゃんと閉じまりしよう。どう？あ、めっちゃ明るい。めっちゃ明るい。いいか、この明るさで。うっ、映ってる！僕が映ってる！女。うえ、うえ、うえ。あ、すごい！ちゃんと対応して映る。見て！鏡の前でダンスできる。うえ、うえ、うえ、うえ。すご、映る。なんか映ってる。え、明らかになんか外が映ってない？これ。何これ？え、何これ？明らかに葉っぱが映ってるもん。え？何が、何なんだこれ。ね、めっちゃいい部屋住んでる。あ、座るとこある、ちゃんと。ほら。ここに座って、シャワーを浴びると。オッケー。じゃあのね、怖いからめちゃくちゃ時間稼いでるところあるよ。先進むの怖いからめっちゃ時間稼いでるってところはある。正直ね。トイレあり。うわ、ウォシュレットついてる。絶対これ。いや、怖いやろ、絶対。肉じゃが冷蔵庫に入ってる。お、コーヒーまである。コーヒー飲もうぜ。猫ちゃんのコーヒー。うわ、配信部屋。なんかめっちゃいい部屋住んでんな。しかもカウンターキッチンですよ。カウンターキッチン IH 熱っ。何この家。お前めちゃくちゃいい家住んでんな。登録者5000人で？登録者5000人でこんな家住める？じゃあ僕もタワマン住んでるはずなんだわ。あ、じゃが、レンチン、ゴー！あ、視聴者に富豪が多い。なるほどね。ピーって前にドア開けたぞ、お前。うわ、肉じゃが割とリアルなんだが。食べた。配信する。配信する。VTuber なんや。センラニナ。センラニナ。なのか？え、自分がセンラニナなの？
5000人で自分のポスター持ってんねんや。すご。僕でもないんですけど。僕6万人いるけどね。僕6万人いるぞ、みんな。僕6万人いるけど自分のポスター持ってないぞ。PC を使う？配信する前に必ずすること。バーチャミーを使う。ゲームを準備する。配信を起動する。うおー、来た！人が映ってます。これがわし。これがわし。トランスフォーム！来たー！やっぱり何度見ても私のキャラ、かわいい！お金出した甲斐あったなぁ。まあ、そりゃこんな家住めるぐらいやもんね。お金、時計が、すごいね。シューリアリスムですね。時計がめちゃくちゃに。時計の針、今どこ刺してるか分からへんもん、あれ。センダニナっていう名前を気に入ってる。うん、いい名前ですね。今日も配信、頑張ろう！目指せ、登録者数1万人！すげえね。5000人いるからね。すごい形の時計。マジで読める？あれ。どっちが長身でどっちが短身かもわからんし。しかもなんかぐにゃって先端が曲がってるから。読むの難しい。しかもさ、これさ、こっち向いたらこっち向くし、こっち向いたらこっち向く。わかる？この、僕のこのマウスのあれに合わせて、こいつが首振る。このバーチャルが、バーチャルくんが。ゲームを起動する。えい。このゲームセーブないんだよねー。ほんと無理。無理やったらやめとこう。これ何？じゃあ、配信ストリームスタート今日こそクリアする。赤マントやってるやん。今日も配信頑張っちゃうよー。待って。これ同説？同説100人 ?150 人あとはこの2枚の紙を持っていくだけ。ちょっと待って。すごくない？お前、登録者5000人でこんなに見てんの、えぐいって。すげえぞ。クリアできたらいいな。どこ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 。これ待って、もう来るんかな、何かしら。あと2枚。なあさん、コメントありがとうございます。あと2枚。そうですね。あと2枚頑張っていきたいと思います。あと少しじゃん。うわ、漢字読まれへん。うわー、君もうちょい読みやすい名前でコメントしてください。あと少しでありがとうございます。頑張っていきます。いいって何？おぉ。ニーナ大好きさん。って何？おぉ、やめて、おぉ。どこに行ったいの、これ。配信中に配信してます、今、僕。配信中に配信してて言われた。ロンさん、どこまで積んだ？うん、わからないっす。ニーナ大好きさん、あと紙を2枚持っていくところです。コメント同士で会話するのやめてください。これさ、配信画面に V 映ってへんやん。こっちに映ってるけど、配信画面には映らへんねんやん。お、見て。同説、これ同説なんかな？全体での再生数かな？だとしても結構すごいけど。うわ、なになになに？やめてくれ！ちょっとコメント書いて！おい、ニーナ大好き！おい、ニーナ大好き！ニーナじゃねえよ、僕。シェンラニーナなんだが。ニーナなんだが、僕。ちょ、お前、名前間違ってへんか？シェンラニーナなんだが？わからへん。走れるぞ、これ。やばい、ね。やばいらしい。やばいらしい。おい、コメント欄、もっと頑張ってくれ。どこに進みゃいいの、これ。あからへんし。あからへんし。これどこに持ってきゃいいの、コメント欄。コメント欄。指示してくれ、指示。指示込め待ってます。今のところホラー要素しか、おっ、なんだこれ。わっ！うわー！
今来たんだけど、もしかして終わった？これはやる気なくなる。クソ、下げやがって！ねえこいつら、全員ブロックします。やられちゃった。おい、もうちょいリアクションしろ、配信者やろ。また最終かなときゃ。やっぱりセーブ内の鬼畜すぎる。このゲーム私には向いてないので、他になんかおすすめじゃん。やめた、やめたしました、やめた。お、なんかあるかな。よかったらこれやってみて。お前、変なゲーム進めてんじゃねえぞ。何？全裸ニナ様だけのホラゲ、配信ごとにアップデートされる。怖いよ、なんか怖いって。ホラゲやん。ダウンロードされんし、あ、されてるらしい。ちょ、こういう URL お前踏むなよ、配信者したんやったら。危ないぞ。お前ウイルスかもしれん。おえー、いきなり一人称指定になった。あ、これでもう操作するしかないんや。もう前後ろにしか進めんねや、これ。え、配信画面じゃねこれ。これさ、4って何？定期的にちょっと。3がある。あ、3があった。3がリア、3がリア。3、4？ ?3、4、5。3、4、5。3、4、5があった。3、4、5、7。5やろ。ね、確かにニナ全然実況せんがこいつ。もう数字を探してやって。ちょっとコメント欄、お前たちはコメント、いや、コメントで数字教えてくれ。くれ。青何やったっけ。7やった気がするな。それ見たわ。この人が僕の配信を見てないな。ニナの配信を見てない。にわかでした。もう全部わかってんねんて。違うやん！でも5、7は合ってると思う。どうせすげえ、ほんまに。開いたらしい。めっちゃコメント来てるやん、いきなり。おい、何？顔出てる？おお、めっちゃ顔出てるらしいぞ。めっちゃ可愛いらしいぞ。確かにこれはめちゃくちゃホラーかもしれん。配信者にとってこれは一番ホラーやからな。アンノーン。え、待って、なんかバレてる。送ってゲームを配信し続けろ、出ないと悪いことが起こるよ、起こるよ。おい、こいつブロックや。ブロック、はい。やばい、やばい、配信中に顔バレした。知らない人から変なメッセージも来た。どうしよう、怖い。怖えわ。お、なんだアスカー、それはやばいね。申し訳ないけど今は仕事で話せないから明日会わない？明日にでも話聞くよ、あんまり思い悩まないでね。うん、ありがとう。っていう感じの足。ピンポンは怖すぎん？うわ、ピンポン嫌やな。ピンポンダッシュ、うれ、うわ、怖い、ギャー、うわ、誰もおらん。ちょっと早く目覚まして、誰もおらんねんから。
あ、怖っ。ちょっと無理だ、怖すぎる。だってもう時計の針が歪んでるもん。 あ、歪んでるんやと思ったら違った。これ長針とかじゃなくてただの絵だった。これ怖いんやけど。そして寝ようぜ。弦がいるやん。いつも見守ってるからありがとう。何その音。ねえ、何その音。いやー、怖い怖い。ちょっと、安全です。ウイルスは探知されませんでした。10時。ゴミ捨て、えらい。ゴミ捨てえらいよ。ゴミ捨てようぜ。おい、あ、直接捨てに行くタイプ。ああちゃんと集めるよね。タブで、集められへんねん。あ、メッセージ来てるから。ブロックなんて無駄だよ、言うことを聞け。怖すぎるって。警察行こうぜ。ちょ、アスカ助けて。もういっか、ゴミ集めたい。もうゴミ集められへんって。なんで、え、ほい、あ、ここに入れていけってことか。えら、え、なくなってる。ゲンガー、僕のゲンガーが。うわ、ちゃんとトイレのところもね。えらいっすね。うわ、偉すぎる。小分けにゴミ箱がある。ねえ、ゲンガー盗まれたんだが。はいはいはい。え？ Tinder の広告？え？なんかあれ実際にあるくね？ああいうの。なんこれ。ん？なんか音聞こえる。よーし。何やってんすか？あ、怖い怖い怖い。ちょっと音怖いんですけど。ちょっと、壁ドンしますよ。ちょっとお隣でそんなね、そのね、不用心不用心不用心。あ、閉まった。一人でね。ちょっとうるさいですよ、お隣で。警察呼びますよ、ほんまに。階段なし。階段の方がいいんやけど。え、なんか上行ってん。え、両サイド、ロビクザ、両サイドにある系。お前誰やねん。なんちゅう顔してるんや。はよ乗れや。ん、出たらいいか。あ、出るんか。めっちゃ見てくるんやけど、こいつ。ん、何や。そっちがその気やったらこっちにも見るぞ。あ、ボスじゃなくてチーフ。ボスじゃなくてチーフの、ありがとう。はよ乗らんかい。おい。おい。いたずら。おい。おい。めっちゃ見てくれ。やめてもらっていいですか？ここ入れようぜ。あ、ほんまや、引っ越ししてんねや。あ、よっす。なんてんすか？おはようございます。おはようございます。警察がなんでこんなことしてるのか、手聞きたそうな顔してますね。いやー、ただのボランティアですよ。交番がすぐ近くにあるもので、ついでに近くのゴミも拾っておこうと思ってですね。おっと、そのゴミは？今日はゴミ捨ての日ですね。このマンションに住んでいらっしゃるんですね。お姉さんは一人暮らしとか？よくない。あんまり、こいつに個人情報を握らせるわけにはいかない。よし。そうですか。あんまりこいつに個人情報を握られたくない。なぜならこいつは警察っぽくないから、あんまり。それでも気をつけてくださいね。いつ何があるかわかりませんから、何かあったら必ず交番にお買い上げください。頼りにしてくださいね。やる気ありそうな警察だな。
ボランティアやったらついでにこのゴミ捨てといてくれんか。なあ、あれゴミ捨て場どこ？こうか。やべ、なんか原神みたい。原神の、行くところ教えてくれるピンみたいな感じだ。誰かいる？あれ？さっきのさ、配達の兄ちゃんにも喋りかけれたんかな？あれ？なんか顔色悪くない？大丈夫？え？鼻息すご。呼吸荒そうっすけど大丈夫っすか？なんか、まばたきとかした方がいいと思うんやけど。え？なんすか？なんすか？なんそんなハワハワしてるんですか？ちょ、どこ見てるんですか？早くゴミ捨てた方がいいんちゃいます？うわ、びっくりした！お前！そんな早く動けるんかいな。おい、閉めたるめー。めっちゃ綺麗な目してんの、お前。あえて近づく。近づいたら見てくる。はい。パカパカ。はい。ちょ、こいつ警戒しながら行こう。こいつを視界から外さない。ごめんなさい。偉い。偉いぞ。え？待て。お前、ここからゴミ持ち去ったな、今。おい。お前、わしの個人情報抜き取ろうとしとるやろ。ちょっと。お兄さんなんかお姉さんなんかようわからんけど。ゴミ泥棒。うわぁ、個人情報抜かれるって。だからね、あのね、人と会っちゃいけないのよ、ゴミ捨てるときっちゅうのはね。うわぁ、なんかそういう人間の怖さ的なさ、あれ？警察の人おらんくなってる。あ、宅急便もおらん。あすかー。玄関まで行くから家の中で待ってて。おいっすー。え、怖ーい。怖すぎる。もうすでに怖い。びっくりドンキーなんかちょっと嫌なんよなー。びっくり系がほんまに嫌でー。ちょっとうるさいですよ、あなた。あなたのとこうるさいですよ。ちょっと、静観してもらっていいですか。はい。ドアをすり抜けていく。アスカ、家に来て。早く。ちょっと配信して気紛らわせようかな。ね、あ、ウイルスバスター的なのわざわざ買ったね、これ。怖っ。ね、これめっちゃ怖くない？こういうホラーゲーム一番苦手。お、ついたんか？ついたよー。ほんまか？ほんまかいな？ほんまかいな？ふっ、ちょっと怖い。おー。ほんまにアスカか？お前ほんまにアスカか？合言葉は？合言葉は？ドラゴン。ほい。入らんかい。あんま寝れんかった？帰る悪いよ。昨日の話は後で聞くから、とりあえず行こう。どこに？え？出た！チラズカーフェー。お、今日も生かした髪型ですね。お、いいっすね。うまそうっすね。結構食べますね。結構食べるし。あ、こっちの人は飲むだけ。こっちは食べるだけ。もちろん分担した、分担した方がいいんちゃうかな、みたいな。あ、もうずっと手に持って飲むタイプね。もうそういう人もおるよね。ちょっと。あ、顔見えないっすね。怪しいね、君。君怪しいね。君ちょっと怪しんちゃいます？
お前、もうアスカか？アスカ怖ー。アスカ怖ー。すげえ怖いぞ、お前。お前、顔すげえ怖いぞ。何かんわ？アスカは何すんの？ちょ、同化しようぜ。怖えから。アスカ、僕と同化しよう。これなんかフラペチーノ画像が反転してしまってるね、これ。文字が。値段とか660円、なんかこれ逆転してしまってるね。うわ、すごい！口の中見えている。じゃ、アスカの方が若干背高い感じか。若干では結構背高いな。だって、僕の目の位置がだってここの顎に来てるもん。へぇ、人の中身ってこうなってんねや。あ、ごめんね、アスカ。アスカ、なんか、ちょっと怖いよ、アスカ。顔の圧が。あ、肌の穴までくっきりですね、これ。あ、店員さん、すいません、ちょっと。ごめんね、カウンターの前で。なんか、めっちゃ気張ってない？肩グイーン上がってるけど。それか、肩パッド？肩パッド入れてる？えらい気張ってますね。後ろの人は割とダラダラ仕事してそうやけど。おいっす。いらっしゃいませー。ご注文をお伺いします。ホットコーヒーですね。以上でよろしいでしょうか。ちなみに僕はね、スタバラテしか飲んだことないですね、スタバでは。フードメニュー食べよう。食べとこう。ちょ、聞かへんねん、これ。なんかね、聞かへんねん。お、来た。抹茶ケーキ一択なんや。抹茶ケーキ一択やわ。右側のカウンターからご注文を受け取りください。注文あった？私は何にするかもやってるんだよね。なんかめっちゃ顔こわばってない。大丈夫か、お前。ちょっとブラブラしながらもやってて。しゃあねえな。早く決めろよ。クレーム量かな。おい、注文は！おい、早しろな。注文は早く。持ってこんかい。おい、トロトロすんな。お、なんか遅くないか？もうちょい早くできるんちゃうか？何の話してるんですか？あ、もう聞けるんじゃね？まゆみ。久しぶりに元気だった？会うのは高校卒業以来になるよね。最近はどう？ほんと久しぶりだね。大学離れてもんだよね。高校の時は毎日一緒にいたのにね。時を感じるわ。最近はね、仕事は何とか先輩に学びながら頑張ってるよ。まゆみは？私も仕事頑張ってるよ。実は最近好きな人できちゃって、同じ会社の人で仕事ができてかっこいい人。細い子が好きって言ってた。あ、そうなんだ。ん？それなのにそれ全部食べるの？うん、甘いもの食べたい気分なの。欲望に正直。その人には今の自分を好きになってもらうってこと？ん？彼の好みの女性になりたいって思ってるよ。ならやめてくれ、正論すぎる。それとこれとは別。別じゃないよ、太るよ。大丈夫だよ、もう。だから余計に太るからやめろって言ってんの。うお、喧嘩になる、やめとけやめとけ。ヒートアップすると、そういうのは。それヒートアップしちゃうよ。もうすねちゃったやん。すねてもうたって。おいっす。いい髪型してますね、今日も。いや、なんか、こじんまりしてますね。似合ってるっすよ。スキンヘッド。ジェームズ、外国の方だった。ちょっとそこのお姉さん。こんばんは、こんばんは。つかぬことをお聞きしますが、そこにいる方は友達ですか？あ、そうですね。アスカ。はい。それよかったです。私はここのカフェがお気に入りなのですが、何か起こる前には味が変わるのと何？今日もまた味が変なので、あそこに座っている人が怪しいと思っています。確かに怪しい。日本はいくら安心できる国とはいえ、全員が全人であるわけではないので油断してはいけません。またお姉さんとはどこかで会える気がします。それまでお元気で。ジェームズ、霊感あるタイプ？確かに、こいつが犯人の可能性は大いにあるからな。ちょ、いつまでかかってんねん、おい。注文してから結構経ってんぞ。おい、予作。ああ、ハサクさん、なんでいないんだよ。まだ俺に全部教えてないじゃないか。ハサクさん、ハサクさん誰？まだまだいっぱいあったのに。なんで？うわ、先輩との別れか。注文取りに行かなくちゃ。ちょ、お前は誰やねん。めっちゃ礼儀正しく座っている。ほんと注文したか。注文せんのに席だけ取るのよくないで。よし。ポケモンに打ったっけ、ハサクって。あ、
あ、こんな面と向かって食べる。あ、僕そっちの方がいいな。配信中に顔バレしたって言ってたけど、どういうこと？アバターが知らないうちに外れちゃってて。そんなことあるの？パソコンは確認した？ウイルスとか。それ私も思って調べてみたんだけど、なんともなくて。そっか。じゃあハッキングとかは？昨日配信で何したか覚えてる？ゲームしたよ。リスナーさんが送ってくれたやつもだからね。変な URL をね。触んなって。絶対それじゃん。リスナーって言ってもどこの誰かわかんない人なんだし。そんな人から送られてきたファイルなんて開いちゃダメだ。ネットリテラシーしっかりしている。めっちゃ肩で息してる。大丈夫？疲れてる？アスカ。ごめんな。仕事終わって呼び出して。もうそのゲームやめな。くそ。なんか歯切れ悪いね。なんかあるの？配信後に変なメッセージ来て。送ったゲーム配信し続けろって。おお、なんだあいつ。なんだあいつ、めっちゃこっち見てくる。なんやあいつ。明らかに怪しい。顔見してる。あ、僕と同じの頼んでる。え、近い近い近い。うわ、怖い。しっかり、こいつ朝のやつじゃない？そのメッセージ無視するのは危なそう。ゲーム自体が大丈夫そうなら配信を続けた方がいいかもね。そうだよね。今更言っても遅いけど、2になって名前だから V の名前、センラになって安直すぎたんじゃない？待って、あいつの名前ニーナ大好きだったよな。ってことはさ、リアルのさ自分を知ってるんや。リアルのニーナのリアルを知ってるんや。繋がっちまったな。まあでも顔バレたからって別に困ってることはないんでしょ。なら大丈夫じゃない。ニーナの家オートロックだし、あんまりそういうのは考えない方がいいよ。確かにそうかも。深く考えても何もならないよね。あ、そういえば、あの彼氏とは別れたんだっけ？誰やっけ？リキア。お、リキアはね、もうボコボコに別れちゃったよ。まあ、ただ単に会わなかったって感じかな。アスカは最近どうなの？彼氏の一人や二人できた？そういうこともあるよね。他にも何かあったらいつでも言ってね。あ、こいつ。はい。おお、めっちゃ写真撮ってるってこいつ。さすがにお前もうちょいバレんように撮った方がいいんちゃう？おお、後ろの向き方がおかしいよ。後ろの向き方が独特すぎる。お前が怖いわ。ねえ、怖い。今日いっぱい話して嬉しかったよ。またいつでも連絡して。それじゃあまたねー。アスカー、行っちまうのか。アスカ待ってくれ。俺にはお前がいないとダメなんだ。ちょっとあの玄関まで送ってよ。お前同化してく。これからこれ降りへんの？こいつ絶対顔の中覗けんようになってる。すげえ。どうやってこれやったんだ？どうやってプログラミングしたのこれ。すげえぞ。これさあれやん、オートロックのさ前の住人がさ入ったのとさ同時にさ入る手口やん。こいつ下に下ろそうぜ。こいつ下に下ろそうぜ。おらおらおら。ええ、やばい。貝知られた。貝知られたぞ、僕の。回数知られた。
待って、自分ちどこ？やばい、自分ちどこかわからん。あ、違う違う、バカバカ。いや、一応見とくか。クリーニング。ねえ、マジで怖い。クローゼット開けとこう。ここも開けとく。ん？あ、配信。7時半から配信。うわ、今日の僕と同じぐらいの時間やん。ああ。かわいいって。困るんだけど、ドライバーがどっかやってような。マジ？ドア開かんま？ちょっとこれは管理人に連絡した方がいいんじゃ、なんでドア閉まった？待てよ。まさかこの部屋にさ、もう誰か入ってるとかある？内側から鍵かけられてる？電気消そうぜ、とりあえず。さあ、うわ、やるしかないの？今日は昨日のゲームの続きやっていくよ。なんか女の人を警察に捕まらないように助けるゲームみたい。めっちゃ見られてるやん。今日は顔出ししないの？大江戸温泉さん、コメントありがとうございます。今日は顔出ししないです。終わった。次次、早く来て。あ、クリアした。やった、クリアした。怖い。今回の全然ここまでです。それでは今日はクリアしたんで終わりね。バイバイ、お疲れ。あ、怖っ。そこは一体、うん、疲れたよ。お風呂でも入ろうかな。怖いぞ。こういう上におったりするぞ。後ろ映ってる線。服脱いだ。来た。おい。ちょ、もうおったって。普通に我が家におったって。おったよな、後ろに。おったって、これベッドの下とか気をつけろよ、ほんまに。ちょっと一旦裸でうろつかせて。怖いから。一旦裸でうろつかせてほしい。でもお前瞬間移動せんかった？なんかさ、歩くときさ、肩で風切んのやめて。ヤンキー歩きやめて。人々を癒し。裸やで。待て、裸でベランダ出てる。そういう趣味。ね、めっちゃいいとこ住んでるよな。開けっぱ。怖い怖い怖い。あー怖い、助けてー。うーん、怖い、誰か助けてー。なんで
なんで勝手にし、お、開いたって。開いてる開いてる。おかしいおかしい。え？なんでなんでなんで？ピッて言った。違う違う、絶対誰か操作してる後ろで。もう家の中入られてる。耳鳴りしてる。怖い怖い怖い。さよならはあなたから言った、それなのにほう濡らしてしまうの。え、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。笑ってトゥル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 トゥトゥル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 トゥトゥル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 トゥ。知らずレジデンス管理人の宮本です。聞きたいことがあるんですが。失礼ですが、知らずレジデンスにお住まいの方ですか？何号室の方でしょうか？いや待て、言うのはまずくないか？あの、まあ、しゃあないか。これさ、管理ね、こいつが管理人じゃない説はマジであると思うよな。都合が良すぎるもん。これ電話かけさせて、いろいろ情報をさ、引き出そうとしてる。いや、ニーナは多分下の名前かな。あ、めっちゃ飛ばしちゃった。このマンションとは関係ないかと。ですが、他にも、そうですね。例えば、ストーカー事件に遭われるとか、そういった相談にも乗れますので、何かにまるやるにご連絡ください。あー、こんな状況でも配信をしていく。もうおらんか？ちょっとやる。後ろに映る可能性あるかな。怖えー。うわぁ、怖いよぉ。え、待て、時計ないやん。おい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 、時計ないって。なんで盗まれた時計。僕は知ってんだ。あの時計だけはめっちゃ気にしてたから。時計ー、お、びっくりした。お前かい。ふざける余裕もなくなってきたっていうところですかね。これは僕の腕、これは僕の腕。お、マウスめり込ますな。今日も女の人助けるの？今日は顔出しは？また女の人助けるやつ？これはコンビニ？初見です。アップルさん、初見ありがとうです。感謝です。ニーナ大好き。お前さ、しらじらしいなこいつ。通報してるからな。うわ、僕の話なんて誰も聞いてくれない。僕はただ伝えたいだけなのに。音でかすぎ。え？えへへ。お腹すいたの誰？怖い。音でかいし。お腹すいた、死にそう。お前のお腹の音かよ。なるほどね。このリモコンを落としてテレビがついたわけか。だからこのリモコンを落とした音か、さっきのパーンっていう音は。ウーハイツ牛丼でレッツオーダー。怖い怖いよ。あ、綺麗な面してる。ウハです。おまか
え、怖っ。夕飯は？おい、結局行かなあかんやつかよ。お前何タバコ吸っとんねん。え、お前は誰？お前知らん人やわ。え、もう、ん？今引っ越してきたのか、こいつは。待てよ、隣にあ、もうわからんわ。もうわからん。あ、管理人、ニーナ様。はい。宮本や。うわぁ、もうみんながニーナのことを狙っている。きしょいな。もう登場人物全員きしょいぞ。は？何やお前。きしょいの。住人の個人情報に踏み込みやがって、こいつ、気色悪い。警戒している。また入ってこんか、警戒してくる。え？今、閉まりながら上に行ってなかった？ん？閉まりながら下に行ってなかった？怖っ。そんな怖い。確かに、管理人が共用スペースでタバコ吸うな。バカ。え、こんなことある？こんなことある？こんな閉鎖され方ある？だって何も工事してないもん。後ろにも注意。でも怖い。絶対さ、なんかさ、来るもん、これ。急にドンって。いや、チアありがとうございます。こんなとこで割れちゃった。でもさっきサブスクももらったしな。頑張らないとな。車全然通らへん。うわ、行かせてくれ！行かせてくれ！うわ、無人バスだったよ。ほら、誰も乗ってない。運転席にも誰もおらんかったもん。交差点。ん？なんだこいつ。なんだこいつ。これびっくり要素だったんかな。うえーい。うえーい。コーヒーはお酒とドリンク。お酒とドリンク。お酒飲める年齢なのお前。おい、なよ俺。何見とんじゃ。おい。しかもそこ、花壇やろ。やめとけやめとけ、そんなとこに立つな、お前。え、なんでお前一瞬盛り上がった？なんでお前一瞬盛り上がった？あとお前なんか、アンドロイドみたいな顔してんな。デトロイドに出てくる。AI みたいな。おい、お前。何見とんねん。見てこましたろかい。おや。おや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 。お好きですね。お好きですね。うわ、逆境じゃん。逆光で眩しい。眩しく見えるお兄さん。めっちゃ眩しいっすね。あ、動画できる？あら。あらま。こういうところに大体えなこさんが映ってる。すげえ。なんでお前ら、みんなそこで一回盛り上がるん？気分が盛り上がっちゃうのか？すごいな、この人。酒酒。え、これトイレ？あ、従業員？あれもしかして。ピーチベストゼロ。これ何？これただの、あ、ただの濃いお茶だった。まあ、弁当っしょ。がっつり。ガツ弁、ガツ弁。カップラーメン。カップラーメンっすね。カッ
カップラーメンいただいといて。チョコも欲しいな。チョコ買えんのこれ。なんだ。あ、出てったんか。お、ちゃんとエロ本買えたか。アイス食べたいな。アイス食べたいな。すいません、アイスどこっすか。いっす。めっちゃ見てくるやん。よくないっすよ、あんまその客のことじろじろ見るの。あんまよくないっすよ。いや、もう配信者としてね、めちゃくちゃ儲かってますからね。儲かってますから、出費ぐらい、こんぐらいの出費。しかも、ハーゲンいきますよ。これ絶対ミントやん。コロナ禍だったら、まあ、ストロベリーかな。ストロベリーでいこう。いや、みんなめっちゃ見てくる。アイス食べた後は、しょっぱいもの食べたくなるんだろう。おい、わがまま！わがままファッションガールズモード。こっちだった。天ぷら味って書いてないこれ。天ぷら味らしい。こっち辛そうやしな。普通のさ、薄塩かさ、あれが欲しいんやけど、コンソメ。薄塩かコンソメが欲しい。僕、まあ、天ぷらでいっか。無難に。ついてないか、めちゃくちゃ。あともう一個なんか欲しい。おぉ、わがままファッションガールズモード。オッケー。買い物に時間がかかる。確かに。いや、このさ、主人公がさ、待って、あいつおらん。待って待って、なんか来そうな気がしなくもないぞ。クリアリング、クリアリングして、クリアリングして。怖い怖い。うわ、リキや、お前か。リキや、お前か。ブリー、逃げないでくれ。大事な話があるんだ。ブリー、俺のことブロックしてるだろ。だから直接言いに来た。お前の友達が怪しい動きをしているんだ。ナム、そんなこと言わずに聞いてくれ。ちょ、そこの、何してんの。証拠は取ってやれ。メッセージ送ってくれ。え？ただの中和喧嘩っすよ。リキや。僕の友達、いや、アスカか？アスカやべえやつ？やべえやつってこと？青になった。ペッポン。ペッポン。戻れ！おい！何かが。待てよ。待て、そこにはリキアがいたはずでは。お前、リキアに何かしようとしてない？あれ？リキア、処されてない？これもしかして。あ、じゃあこれ僕についてきてんのか。おい、バレバレすぎるぞ、さすがに。動き方も怪しいし。おいおいおい、さすがに怪しいぞ、お前。もうちょい考えろ。おら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 。おら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 。おい、怪しすぎるって。僕がさ、ステップするとさ、こいつもステップ、え、なんだお前、どこ行ってんだ。待て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 、え、え、あいつどこ行ってんだ。え、巻かれた。くそ、どこ行ったんや、あいつ。とりあえずリキア、リキアがなんかね、動画を送りたそうだったから、ブロック解除してあげへん？うわ、こっちが来る可能性もある。来んのかい。うわぁ！助けてー！え、俺！
いいよ、俺。ちょっと目に光が止まってんじゃないか。歯白。歯綺麗やな、お前。歯並びめっちゃ綺麗。ん？こいつさっきのやつ同一人物か？さっきストーカーしてきたやつと。わからんなぁ。え？なんでちょっとお前走った？お前なんでちょっと走った？お前今なんでちょっと走ろうとした？見てたぞ、おい。おい、見てたぞ、お前。なんでお前、なんでお前今ちょっと走ろうとした？なあ。まあ、こっからここ行くだけのところ、なんでちょっと回した？おい、答えてみろ。何やその顔は。おい、あいつ来そう。え、すご。あ、いい技を身につけた。え？あ、違う。え、何？アスカ来た！追われてる！やばい、マジキモいんだけど。怖い、あいつに言えばれた、どうしよう。今はいいえ、土地までちゃんとしてる。うん。オートロックだから鍵はかかってる。警察呼んだ方がいいかな。今警察呼ぶのやめた方がいいかも。まだ証拠が不十分だから警察は動いてくれないと。もし来てくれたとしても刺激するかもしれない。ちょ、読ませろ読ませろ読ませろ。次から次へと、あれやめて。え、うるさいうるさいうるさい。警察辞めた方がいいかも。刺激するかもしれないが危険だよ。うん。でも警察に相談ぐらいはしといた方がいいかも。今日で歩くのは危ないから、明日の朝の明るい時に直接交番に行った方がいいと思う。電話よりも向き合ってくれるはず。いや、電話しようよ。それで、家バレたってどういうこと？って言う、ん？てかあいつって、知らない男に付き合われて家に入るとこ見られた。それは怖いね。すぐ駆けつけたいところだけど、仕事で近くにいないんだよね。実は明日も。だから明日ついていけないんだけど大丈夫そう？うん、なんとか。すっごく心配なんだけど、そいつは多分ん？変なメッセージのやつだね。明日の朝必ず交番行きなよ。無理しないでね。気をつけてね。また連絡して。うん、分かった。ありがとう。いや、こいつ裏切ってる説は全然ある。アスカ悪いよな、こいつ。こいつ悪いっす。リキアのブロックは解除しよう。本当にこれでいいと思う。おい、リキア。どういうことや？お前あれだったらすぐブロックするからな、また。お前最近配信で顔バレしただろ？なんで知ってんの？ごめん、センラニーナの配信見てんだ。見られてる。まあ配信見てなかったとしても、結構拡散されたから知ったとは思うけどね。ハッキングされたのか？わかんないけど、アンチウイルスでスキャンしたら問題はなかった。それより、それがアスカと何の関係があるの？そのトラブル、アスカさんが関係してると俺は思ってる。これを見てくれ。おお、アスカとあの男が喋っているだと。今日たまたま怪しいやつと話してるとこ見ちゃった。お前もストーカーやんけ。俺はまさかお前の仲いい友達がなんて思いたくないけど、こんなの見せられたらさ。それに今お前の家にジリジリできるのってアスカさんだけなんだろ。嫌でも疑っちゃうよ。お前も嫌だと思うけどよく考えろよ。新着メッセージがある。アスカ、そんなありえない。でもあんな写真を見せられたんじゃブロックするしかない。白紙。ブロック。何の音？何の音？怖いよ。ちょ、うんこなうから来てるんだよ。お友達の言うことだけ信じちゃっていいの？元彼の言ったことは無視して大丈夫なの？他に信用できる人は一人だけに頼っていいの？
僕だったら味方を増やしておくけどね。まあ別に君は一人でいいけどね。君が何をしようと僕だけのものだから。きっしょいな。何の音これ。お、え、線路になが、うわー怖い、いやー怖い、かわいそう。親友にも見放されてどこまでも孤独。私とそっくり。私はこうやって一人で暗いところにいる。なんか来そうで怖いんやけど。あ、助けてー。なんか最初のやつとさ、さっき見たやつ顔違うくない？ねえ、違う気がするよな。複数人いる？あー怖いよ。うわー、何の音？怖っ。何の音？左？いや、ここや。怖い、怖い、怖いよ。これカーテンかな。うわ、いるわ。誰やねんお前。あいつ早かったな。あかん。うわー、逃げる系。多分こっち、これ開けといてもいいんかな。ドライバーがどうちゃら出てたからさ。ドライバーで殺す？あ、勝手に閉められた。あ、え？今行ったな多分。怖っ。よし、おら、殺した。え、玄関行くの？まあ、正当防衛か。これさ、なんか窓の外におったやつと違うやつやんな、これ。多分やけど。よね、多分。うわっ！くそ、え、誰お前。刺された、包丁で。え、こいつアスカ？アスカだった？ん？夢か？どっからどこまで夢？
警察に行くらしい。ね、怖いよ。助けて、千羅にな。どのタイミングで寝たんやろ、でも。どのタイミングで寝たんや。アスカもさ、実はさ、誤解とかない？アスカはマジでいいやつ説はない。なんすかこの車。この車なんすか。怪しいっすね。窓何も見えんし。これ、ダッシュできんのよね。ノーダッシュ。え？おい。シフトを連打したらなんか出るやつ。今のゲーム内じゃなくて僕のパソコンの音ね。ピコってやつ。お。警察官。助けて。え、お前もさ、警察か？ほんまに。お前もストーカーじゃないだろうな。おい、交番ではないんですね。お前ストーカーじゃない？お前ストーカーっぽくない？なるほど。ハッキングをされたかもしれない。その上ストーカーの被害に遭われているということですね。ハッキングした人とそのストーカー、同一人物でしょうね。しかし悲しいことに証拠がないと。ほんまか？なんかいろいろさ、いや、なんか複数いそうな気がするぞ。怪しい怪しい。怪しいこいつ。家か、家戻るのももう怖え、もはや。家が安心できんってどういうことなん？本当にこれで大丈夫なのかな？不安だな。来てないよな。後ろちゃんと見とこ。怖いな。怖いよ。怖がれたな。アスカを呼べ。うわー、アスカじゃない？アスカを呼ぶ。え、これね、最初がいい絵になってるの。メタ読みしていい？これ最初がいい絵になってるとこ見ると、これハイが正解説ない？いや、本当にいいかな。いや、これいいと思うんよな。アスカな気がする。ごめん、ブロックしてて。どうだ？アスカ頼む。あと少しで配信の時間ではない。配信を休みよ。あ、そっか、休んだらあかんって言われてるのか。アスカ来てくれるんか？チャギヤス。ブロックしてたから返信がなかったんだ。全然平気で。お、いいやつやって、こいつ。今日ちょうど仕事が早めに終わって近くにいるからすぐ行くね。おい、いいやつやって、アスカ。いいやつかもしれん。アスカは。アスカのアスはアスリートのアスや。早く来て。アスカいいやつだ！多分ね、ミスリード誘われてそう。20分後。ね、ブロックされてたって知ってそんな態度できる？なんでトイレ？クリアリング。よし。左よし。逆だった。左と右逆だった。お、ほんまにお前アスカか？おい、僕がチャゲって言うからお前アスカって言ってくれ。チャゲ？アスカ？よし。アスカか？ほんまに。アスカやんな？多分。あ、この首のふわふわ感は多分アスカやん。ちょうどすぐに来れてよかった。大丈夫？またストーカーされた？そうじゃないんだけど、なんだか怖くて。そういうことね。警察にはちゃんと言った？うん、一応話したけど、ちょっとでも助けになるといいけどね。それ、ブロックしてごめん！ほんまにごめん。それは本当気にしないよ。今にいな、じゃない。今、ニーナね。
今ニーナ不安定だと思うし、それでもこうやって頼ってくれて嬉しいな。アスカとあの男の写真を見て、あの男との写真？ああ、もしかしてこの前のアパートで変な人に話しかけられた時？怪しい人だなって思ってたけど、やっぱりあいつが、ニーナが言ってるストーカーなんだ。ええ、怖っ。なんか、って声かけられたんだけど、話しかけてきた割には何にも話さなくてさ、行こうとすると止められるし、それで何ですかって聞いて、ちょっと話すの待ったんだけど、何も言わないから結局もういいかって思って、その場を離れたんだよね。でもまさかそんなところを取られてたとはね。疑ってごめんね。いいよいいよ。気にしないで。そんなの見せられたら誰だって疑心暗鬼になっちゃうって。それで私はどうしたらいい？そばにいるだけでいいのかな？わかったよ。配信休んだらって言いたいところだけど、それで何かあったら怖いもんね。そろそろ引っ越しも考えた方がいいかもね。あ、ズケズケと。ズケズケズケと。自分家のように。自分家のように足まで組んじゃって。あらー。え、なんで一瞬盛り上がった？あ、テレビ台の上に乗ってる？お前、このテレビ台に乗ってるニーナをどんな気持ちで見てるんや？なんやその顔は。もう聖母のような顔で見てくれてるやん。またニーナふざけてるわって。あとちょっとそのクッションあんま、あれな？あんまり不満といてな？それちょっと、形崩れちゃうから。OK?OK? じゃあ私配信するから。あ、配信中は音出さんといてな？ほんまに。配信中音出すのやめてね。なんか声とかも出さないでね。テレビも NG やから、ただほんまに言ってもらうだけになるけどいいかな？それでも。でも、アスカ、ほんまに、アスカ、信用してよかったんかな。大丈夫なんか、おお前動くな。お前どこ行く？どこ行く？え、ちょっと？アスカ？あ、あ、おんのかい。ねえねえ、配信中に話しかけて、あ、まだ配信してないんで大丈夫です。ちょっといい？冷蔵庫に食べるもの何も入ってなかったからコンビニなんか、やめて言ってほしい。大丈夫、おーい、バカ、ほんまに、フラグ。え、もう、これ以上、ちょっと無理じゃない？もうフラグやもん。フラグメントイーストって感じや、これ。え、でも、アスカは全面的に信用していいと思う？アスカ、あいつ信用に足ると思う？なんかね、怪しくなさとね、怪しくなさ、え、なんで言うの？怪しすぎて、怪しい説もある。ん？怪しすぎて怪しくない説もあり、逆にそこの裏を書いて怪しい説もあるんだよな。行動自体はなんかちょっと怪しいもん。まあ一回家にあげたしな。怪しいか？行動怪しいか？いやでもね、ちょね、これね、怪しいからこそね、怪しくない説もあるんだよな。もう今までの全てがミスリードの可能性もある。メタ読みすると。そう、どっちもある。うわー、これどっちやろうな。待って、一回信用してみる？一回信用してみるか？え、めっちゃ可愛くない？え、なんか回を増すごとに可愛くなって、え、今回めっちゃ可愛くなってる？え、この髪型似合ってるね。ニーナ可愛いな。さすがに。さすがに可愛いといったところか。なんか見覚え歩くね。ん？ここってさ、さっき通ってきた道じゃない？今日も昨日のゲームの続きやっていくよ。チータンさん、コメントありがとうございます。楽しみ。リエポンさん、ありがとうございます。なんかリアルね、リアルですね。なんて読むんだこれ。タイチさん？顔バレした V の配信ってこれでやってる？あ、そうですね。ニーナ大好き。コンビニご飯ばっかりで太るぞ。うるせえ、おめえ。おめえがストーカーだってことは割れてんだぞ。
これこっちでやってんのか。あ、やっぱコンビニ前や。え、ライブ、あ、ライブはそうか、生放送やってるからライブか。え、音なんか、音不気味なんやけど。え、ここほんでさ、え、ここ通行止めになってなかったくね？嘘。ちょっと待って。ここって。え？知ってるところ。え、ここ通行止めになってるわけなくない？だって駐車場やもん。アスカー！え、もう一方通行やんな。もうここに吸い寄せられてるよな。これ多分。え、なんで開くん？オートロックのはずやのに。え、怖っ。え？これ、自分家に向かってない？あ、これそうや。え、ここ、とかじゃないっすよね。こことかじゃないっすもんね。あ、同説減ってる、同説減ってるぞ。同説減ってるやん。さっき1000人とかおらんかった？ニーナ大好き。どうしたの？こいつさ、ネットで生きるタイプや。一番モテへん。一番モテへんタイプや。ま、うわ、開いてる。待ってくれ。怖い。え？マジ？これマジ？あー、怖い。行く。しかも。おお、いいねえ。カメラの位置と合ってへんけど。映ってる。321で、321でいく、321でいく。3、2、今日気分があるので思います。はい、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 みんなごめんね、ごめんね。絶対こっちから来ると思ったのに、こっちの画面切り替わった。絶対こっちにおる、絶対こっちにおる。ええ、すごい、映ってる。浴室。え、あ、これ僕の生活の動画。怖い。誰か連絡。え、ちょっと待って、誰で行く。引き屋警察管理人アスカ。ちょっと待って、アスカどこ行ってん。ほんまにコンビニか。行くよ、アスカで連絡します。よろしいですか。え？なんか、え？近くで鳴ってる？アスカのスマホの音、ベランダから聞こえた。え？お前、まさか捕まってんのか？アスカ？怖い。ベランダ出るのも怖い。行く？ちょ、音怖いよな。音が怖い。あ、ごめん、なんかクリックしちゃった。あー、怖い。あー、マジ。オッケー。こっちか。え、ここさ、最近引っ越してきた家よな、多分。
隣に行くことができる。怖いけど行くしかない。ちょっと開いてる。ああ、アスカのスマホがなんでこんなところに。怖い。行くのか行かないのか、どっちなんだい。行く。ああ、エンターじゃなかった。行く。怖っ。何このドリンク。私が見た映像だ。あ、そうや。こっから送ってたってこと？え、これニーナ？ニーナ？ニーナや。ニーナや。ニーナマジでちょっと可愛いな、ガチ。間取り一緒。間取り一緒やけど、ここにパソコン置いてんねや。ダンボール大きすぎちゃう。え、なんか行けって書いてる。え、怖っ。お、え、これアスカラングレー、もしかして大丈夫か。やっぱアスカいいやつだったんかな。アスカやんなこれ、大丈夫。おーい、大丈夫かって、大丈夫か。何やってんのこんなとこで。マスカ大丈夫。なんかお風呂の入り方独特やな、アスカ。いや、まだわからん。こういうお風呂の入り方なのかもしれん。服着たまんま、ちょ、手足縛って、目も目隠しして、口も塞いで入るのが流儀なんかもしれん。まあそんなわけないよな。アスカ、お前ちゃんとお風呂入ってる？髪の毛がなんかすげえなんかむちゃっとしてない？こいつを助けた瞬間なんかとかある？助けてあげよう。あ、めっちゃいい笑顔。お前今まで捕まったの？ニーナ、お前相変わらず首ふわふわしてるな、こんな状況でも。ここはどこなの？隣の部屋、ベランダが開いてて。はあ、はあ。でもよかった。ニーナが無事で。うわ、こんな状況でも、僕のことを心配してくれるんや。とりあえず私のことはいいから、今すぐ警察に行って。こんなところに行ったら危ない！あいつに捕まる前に、早く！玄関や。玄関やばいってこと？あぶねえ！いるいるいる！やばいのか。こっちやんな。あ、走る走る走る。早く早く早く逃げよう逃げよう逃げよう。え、ちょっと待って。バカバカ。で、バカバカか。ムシ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 。ムシムシムシでいいんじゃない？何？何かあったんですか？一人で歩くの危ないですよ。何かあったら、こいつ怪しいんだよ。こいつ怪しいんだよ。怖い！怖い！うわあ！うわあ！え、合ってる？今月合ってるっぽい。 SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で、今日主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました。4人？逮捕されたのは主犯格で指示役の会社員宮本力也容疑者。力也やん。母親で不動産業を営む宮本由紀子容疑者。え、宮本由紀子。母親の弟でパートの白田詐欺雄容疑者。詐欺雄。実行役の無職悪臭京和容疑者の。悪臭京和。待って、こいつだけ名前。おお、明らかに。容疑者は
事件の5日前ほどから元交際相手の被害者に明らかにだろ復縁を迫っていたと言い、リッキーやカスだったんや。被害者に対して付きまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し悪臭容疑者への侵入を指示した疑いが。おい、悪臭容疑者。他3名にはリキや容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており、加えて白田容疑者には自身を警察官と偽って被害者と接触していた疑いもかけられています。ああ、なるほどね。これに対し白田は警察官だったやん。容疑を認めている模様です。え、管理人管理人は女だったんか。管理人リキ悪だったわ。え、まだこのやつね。おアスカごめんな、ブロックして。アスカごめんな。よかった、アスカも無事で。空気が気持ちいいもんこれ。こっちの部屋行けん？行けんか？アスカごめんなぁ。何したらいいんほんで。配信？配信する？配信しますか？顔バレ、家バレ系 YouTuber としてやっていく？某ゆゆうたさんみたいな感じで行く？あ、なんだこれ。ねえ、アスカひたすらいいやつだった。でも、こいつ、警察には行かん方がいいんじゃない？みたいなこと言い出したからな。そこだけ怪しかった。肉じゃが一緒に食おうぜ。ありがとう！美味しそう！なんか、私がニーナに肉じゃが作ったのが遠い過去のように思えるね。あいつら捕まったみたいだね。本当に良かったね。でもまさかみんなグルだったなんて、みんな辛かったね。私がすぐに気づいてあげられたら、こんなことにはならなかっただろうに。そんなことないよ。アスカのおかげで今私がこうしていられるんだよ。そんな風に言ってくれてありがとう。もうこんな家から引っ越しなよ。うん。同じこと繰り返さないように気をつけなよ。そういえば、なんだっけ。赤マントっていうゲームだっけ？あのゲーム難しすぎてクリアできなかったって言ってたじゃん。あの制作者が新しいゲーム出したらしいよ。夜勤事件っていうら出た夜勤事件出た。赤マントみたいな難しいゲームじゃなくて、あんまり死んだりしないみたい。比較的早く終わるし、和風ホラーでやりやすいんだって。やってみて。これも怖いんやろうな。え、終わり？え、そこで？はぁ。